1966年に自国開催したサッカーワールドカップでの優勝はイギリス帝国の国際的威信低下の中で自信回復の象徴となった。それと同時にサッカー場ではフーリガンとの問題が浮上してきた。彼らの暴力的な振る舞いは父親世代の貧困法制な労働者の娯楽としてのサッカーのイメージ、イギリス文化の権威への理由なき反抗でもあった。同じ前世紀転換期に建設されたスタジアムの大部分はすでに老朽化が進んでいた。福祉国家政策がイギリス病批判と結びつきながらサッチャー政権の誕生へとつながる1980年代までには労働者階級の自治の象徴としての立ち見席はフーリガンの集まる不穏な場所というイメージに変容していたのである。